じゃん。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい、交流戦優勝ね、はい、DeNA ベイスターズ、うん。おめでとうございます。おめでとうございます。ね。ね。まあ今日ヤクルト対楽天がね、うん、まあどうなるかという。まあ2試合残してたんだけども楽天がね、うん、まあヤクルトに負けたということがまずそれなんだけどもね、はい、13対0、うん、ということで本当だったら逆の展開をしなきゃ楽天はいけなかったんだけども、まあヤクルトが1回から3回までに9点を取り、うん、まあほぼ勝負を決めたというね、まあそういう試合になったけども、うん、まあヤクルトはやっぱりこう実力があるしね、うん、まあ楽天もまあ最後のね、まあ、抵抗をしようとして、はい、まあ、頑張ろうとはしてたんだけども、うん、まあ、立ち上がりからね9点取られると、はい、まあ、意気消沈ということで、うん、まあ、DeNA がね、まあ、昨日1点差をで負けたということがね、はい、これ2点差だったら結構分からなかったんだよ ね、ソフトバンクとね、ソフトバンクと分からなかったんだけども、うん、まあ、1点差で負けたということで、まあ、DeNA が優勝したという。はい、まあ交流戦をちょっと振り返るとね、うん、まあ、DeNA、まあ、本当に山下俊平だとか、うん、宮城だとか、うん、佐々木朗希だとかパ・リーグのそのやっぱこうエース級をねやっぱ打ってきての優勝だし、うん、で投げてはやっぱきっちりした仕事をね、まあ、今永もう勝ちはつかなくてもゲームは絶対壊さなかったとか、うん、もうしたしね、はい、だからバウアーが勝てたし、うん、でバウアーが圧巻っていうかね、うん、そういうピッチングを見せてくれたし、はい、だから非常に、まあ、実力通りの結果で終わったかなっていうような、ね、まあそんな感じがしたよね、うん、はい、まあね、交流戦自体がねすごく混戦して、まあそうだね、うん、もう1位のチームはね、まあ11勝7敗でね、うん、まあ、優勝ということで、はい、まあ、4チームが11勝7敗なんだよ ね、まあ、その中で TQB、うん、B というね、はい、得失点差の計算率 で、うん、でね、まあ、上回っていったんだけどもね、うん、まあ、だけどねちいちゃんね、うん、昔、うん、まあ、DeNA になった時に、はい、交流戦だとか戦ったけど、うん、本当にねパ・リーグの選手ってパ・リーグのチームに歯が立たなかったんだよね、うん、最初のスタートって、うん、でソフトバンクにカブレラっていう選手がさ、はい、いて、うん、フリーバッティングで一人で19本叩き込んでたの練習の時にね、うん、でうちのチームになってさ DeNA になって、うん、フリーバッティングの数数えたら一人のホームラン練習でだよ、うん、それをチーム全体で超えなかったんだもんね、そのぐらいやっぱり非力だったし、でもそっからこう思うと本当に選手はたくましくなり、うん、強くなってったよね、だからまあこれは初優勝ということで、うん、まあみんなの力もあるけども、うん、やっぱこう球団の努力だとかまあこうスカウト陣だとかね、うん、でまあ現場のね、やっぱこう絶え間の努力というか、うん、で球団の方はやっぱこうファンをこうたくさん入れてね応援してもらうように、まあ、選手の背中をね、うん、押してあげるように、うん、もう本当に DeNA のチケットって今や取れないみたいな、ね、そういう話も聞くしね、うん、まあ、そういうファンたちがこう背中を押して、うん、まあこういう初優勝という ね優勝に導いたと思うけども、はい、うん、まあ昨日の三浦監督のインタビューを聞いてると、うん、まあちょっとね本当に勝ちたかったっていう、まあまあもちろんそうだよ ね勝って優勝を決めたかったっていうことは、うん、あるにしてもすごく厳しい采配もね、はい、うん、だからすごく見せてくれてたし、うん、まあ山崎や安崎が出てきた時にまあ後ろにもう残ってないんだよね、うんうん、ピッチャーが、うんうん、だから自分が長く投げなきゃいけないということで、まあちょっとペースをセーブしてたのかなっていうことも、うんうん、まあ、考えるにしてもよくでも昨日の状況の中で、まあ、勝てるのは一番良かったけど、まあ、1点差でね、うん、まあ、よく逃げ切ったなという、ね、負けだけどね、まあ、逃げ切ったっていうのはおかしいけど、まあ、しのいだというね、しのいだというね、うん、まあそんな感じだよね、ね、でもまあ DeNA は、うん、オースティンがね、
やっぱりこう DH に入ったりだとかして、うんうん、まあ、活躍もし、そうだな、まあ、やっぱ初っていうのはいいね、うん、98年でね、リーグ優勝して、ね、それから優勝って名の付くものっていうのはさ、ね、交流戦が初めてだから、うん、だから、まあ、優勝の二文字っていうのは、まあ、久しぶりに聞く、うん、優勝だよね、二文字だよね、ね、そうですね、25年とかそのぐらい経っちゃうってことですか、まあ、そうだ ね、 ね、うん、だから、まあ、本当に心からおめでとうって言いたいし、よく選手は本当に頑張ったと思うよね、うん、まあ、怪我人も桑原とか出たけどもね、まあ、みんなでカバーし合いながら、うんうん、まあ、本当にいいピッチャーを打ち攻略して勝ち得た優勝、うん、まあね、本当におめでとうだよ ね、 ね、しかもね、うん、こう1位がこう4チームある中の、そうそうそう、その中で勝ち抜いてっていう、そうだ ね、 ね、結果的にね、いやもうそ、さ、うん、それもさ、やっぱそうそうたるチームなんだよね、そうよ、ソフトバンク、オリックス、うん、まあ、ジャイアンツ、その中でトップを取れたというね、うん、でまさかの阪神、ロッテが交流戦で借金を作っちゃったというね、だから交流戦分からないですね、うん、まあね、うん、だからやっぱりこう交流戦っていうのは何か起きるというかね、うん、まあ、そんな感じがするけども、まあでも大きなね、まあ怪我につながるようなそんな連敗も各チームなかったし、うん、まあすごいなっていう連勝もそんなにはなかったしね、うん、だからまあ平穏無事には終わったけどもね、うんうん、だけどまあセ・リーグから言えば、うん、最初こうリードしてたんだよ ね、 ね、勝ち星が ね、 ね、うん、だけどやっぱり最後に行き切れたかなというね、うん、チームもあるし、ね、いつもねセ・リーグパ・リーグの勝ちを変えていくとね、うん、そう ほぼ一緒だったり、そうだね、セ・リーグリードしたりって、まあ今年の場合はセ・リーグがリードしてたんだけどね、うん、ずっと ね、 ね、まあ最後の最後に打っちゃられたというか、ね、うん、まあだけどやっぱりいい試合はね、まあ、できるようになったし、交流戦やるとほとんどが、うん、やっぱリーグが圧倒してたような感じがしたけども、うん、やっぱこう DeNA が初優勝したりだとか、まあ、非常に面白い、うん、で中日がソフトバンクオリックスと当たって、うん、まあ、勝ち越してきたりだとかさ、いろいろこうなんていうの、意外なところもあったし、今年の交流戦は ね、 あまり見れないこともありましたしね、うん、だから非常に面白かったかなっていうね、うん、感じがしました、はい、うん、まあね、残り1試合ありますけれども、そうだね、まあ、今日もね試合があって、まあ、まあ、まさか、まあ、まさかなんでしょうね、思わぬ展開というか、うん、すごい大差でね、まあ、交流戦の優勝って選手たちは本当に嬉しいのかね、まあでも優勝ですからね、まあまあ嬉しいだろうね、うん、いや、やっぱ経験がないしさ、うん、まあ優勝の経験すらないんだけど、うん、まあだけどその交流戦っていうのはどういう位置づけで今年戦ってんのかとか、うんうん、いや交流戦に入る前に、いや交流戦優勝しようぜみたいな、みんなで誓い合ってたのか、それとも途中からあいい線いってんなっていうようなところで、優勝しようぜみたいな、にわかに盛り上がったのか、これはやっぱり最初からだったらすごく達成感あるだろうけど、まあ、にわかだったら、ああ優勝したなみたいな、そういう感じなのかなと思って、いやでもあれじゃないですか、やっぱりそのね交流戦っていうのはこう全チームの中の12球団だからね、そうで、その中でもなんていうのかな、ミニ大会じゃないですけど、うん、こうね、ちょっと違うルールの中である一つの ね、まあ、まあ、ね、あれだった、その中ではやっぱ優勝するとね、うん、リーグ優勝とは違うこう全チームの中の優勝、まあまあそれはそうだね、うん、でも価値はあるよね、確かにね、うん、そういうふうに考えると12球団のナンバーワンだから、このね、日本シリーズで勝つとかそういったこととはまた別の話ね、まあまあそうだね、まあ、18試合しか戦わないけどね、うん、まあ、だけどその中でやっぱトップを取れたというのはさ、やっぱ相当な実力もあるんだよね、うん、でまた、まあ、多分各チームそれまでのレギュラーシーズンの状態とかにもよるとは思うんですけど、まあもちろんね、この交流戦でもう前と後でチームの要素がすごく変わってくることもあったりすると、うん、まあ、やっぱこういう優勝っていうのは後ろの、ね、まあ、シーズンにかけてはすごく、まあ、一つの弾みになるよね、そうですよね、うん、で
交流戦明けから、ね、あの阪神戦が待ってるしね、うん、だからまあ一つの山かなっていうふうに思うし、ね、でも優勝して戦うのとやっぱ最後まで行ったけど優勝逃しちゃったっていうのとではさ、ね、それだとね、やっぱ全然違うだろうしね、チームのテンションは違ってきそうですよね、うん、で阪神がねちょっと勢いをなくしてるんで今だから面白い3連戦になるのかなっていうように、ねまあ、期待もするし、まあ今日ヤクルトが戦ったけど、うんまあ、ヤクルトがやっぱこう昨年のチャンピオンチームでね、うん、ちょっと低迷してるけどもまあだけどまあさすがに両外国人今日の試合ね、うん、サンタナ・オスナっていうのはさ、うん、やっぱしっかりした仕事もしてくれてるし、うんまあ、ここは頼りになると思うんだよ ね。だから一番塩見っていうのが帰ってこれるのか、うん、帰ってこれないの か、うん、だから非常にこう気になるところだし、うん、やっぱり一番塩見がやっぱこう打ってくれるとね、うんまあ、勢いがつくということで、ね、で、まあ、なんといっても山田と村上だよ。やっぱこの2人が打たない限りやっぱ浮上はないような気がするよね、まあ、確かに周りはね、まあ、それなりの仕事はしてきてくれてると思うけど、うんうん、やっぱ山田と村上って特別だからね、うん、トリプルスリーを打てる力を持ってる山田と、うん、三冠王を取る三冠王を取る力がある村上が、うん、やっぱりそれなりの存在感を示してくれないと、うんやっぱ厳しいよね。まあね、ファンの皆さんもそこをね見たいと思ってるでしょうしね、うんまあ、そうだね活躍を。でね、楽天は逆にパ・リーグの中で台風の目になるなと思ってるのが、うん、まあ今日は打てなかったけどそれまで打ってきてるんだよね、うん、ね交流戦ほんとね、その、ね、うん、勢いがどうっていうのを言ってましたもんね。そうだ ね、 でね、日程的に雨で流れたっていうのが、うん、やっぱ楽天にとっては痛かったね。なるほどね、そのままやっときたかったね、うんうん、そしたら可能性があったよね、うん、だから、まあ、日程にも邪魔された部分はあるにしても、ね、でも後半戦はやっぱ楽天から目が離せないかなっていうような今後ね今後ね、うん、だからヤクルトも今日は歯車あった、うん、13対0、うん、ね、やっぱこう DeNA が優勝したけども、うん、まだまだシーズンはね、うん、ヤクルトは諦めてないと思うし、ねまあ、昨年のチャンピオンチームとしてねやっぱしっかりしたものをまあやっぱ出してくるだろうし、ね、まあ楽しみにしておきたいですよ、うん、ヤクルトね、うん、3番手で投げて山本投手はプロ初勝利っていうことになったそうでね。金久保がさ、うん、今日ノーヒットで変わってんだよね、そうそう4回で。そうなんですよ、ね。ちょっとかわいそうな気もするんだよね。あと1回さ、だって点差だって10点ぐらいあったわけでしょ。うん、それで、4回に変えられてさ、1本もヒット打ってないのに変えられて、うん、勝ち投手になれなかったっていうのがさ、ね、ちょっと気になるんだよね。これは、どういう意図というか。もう最初からの計算だよ。高津監督の、うんうん、だから良くても悪くても4回まで、うん、2番手は誰3番手は誰っていうふうに、まあ、決めてたね。で最後はどんな点差があったにせよ託していくという、うん、それだったらまだあれなんですかね、金久保投手はまあ4回って決まってたからみたいな、まあ、まあそうだけどなでもノーヒットノーランのチャンスもあるからね、うん、まあまあへだからまあでも後ろで待機してるピッチャーは言われてるからやっぱり準備はしてるんだよねちゃんと、うん、だからその順番というかその回を飛ばしちゃうと作りにくくなるし、うん、全体のバランスが崩れるからまあそうなったとは思うけどもね、うん、まあでも金久保もね、うん、後半戦から使えそうだし、うん、だ先発ピッチャーがちょっとね、足りない少し頼りない、うん、まあそういうのところを埋めてくれるといいね。ねはい、はい、まあまあそういうことで、うん、ね、DeNA 優勝おめでとうという動画でしたけども、はい、ね、まあ猫も喜んでるしこれはウサギらしいんですけどねちょっとね、まあ、なんかバランス変なお酒が、まあ、昨日は書けなかったということで悔いを残してたんで今日はちょっと見守ってましたよ、書くのはねそうそう、はい、はい、まあそういうことで本当に、はい、勢いをね、うん、優勝して達成感ではなくて後半に勢いを持てるように、ねうん、優勝したんだから、ね、まあもう本当に勢いを持ってね DeNA ね後半戦に突入してください。はい、ということで DeNA、はい
優勝で、明日残っている、中日と楽天以外は一応終わったということですね。うん、そうだね、ヤクルトも今日で終わり、まあ、ブレイクに入ったというね、はい、まあ、本当にいい準備をして、うん、次からの、ね、初戦を迎えてください、はい、あと ね交流戦も1試合ということで、そう、はい、でこっからオールスターまで、うん、やっぱ飛ばすチーム、うん、やっぱりじっくりいくチーム、うん、まあ、いるとは思うけども、うん、ね、またね、夏で暑くなってくるのでね、うん、体調管理も含めて、でもこっからやっぱオールスターまではやっぱもう頑張らないとね、うん、後半楽しみがなくなるんで、はい、はいはい、ということで、はい、ね、優勝おめでとうございます、はい。